衝撃の開会式が大引き。前代未聞のスポンサー撤退からの謝罪に追い込まれた IOC。 思想の強すぎる開会式に続き、問題が次々と露呈しているパリオリンピックだが、それをほくそ笑み高みの見物をしているのが、今回出場権を得られなかったロシアだ。ウクライナの特別軍事作戦により大会の招待を受けられなかったロシアだが、国内では連日パリオリンピックの集大を報道しているというのだ。そんな性格悪すぎのロシアだが、一方で今回のオリンピックは突っ込みどころが多すぎるのも事実だ。今回はエゴが強すぎパリ五輪、犠牲になったのは世界の参加選手だった。ドブ川セーヌでの競技を強いられ、ビーガンゴリ押しで牛肉提供禁止、粗末な公衆トイレも、選手村にもプライベートの配慮は一切なし、歴史に残ること確定。問題続出のパリオリンピック、現地の実態を紹介していく。ロシアはウクライナ特別軍事作戦により今回の五輪に招待されなかった。正確には15人の選手がパリ競技参加者としてパリを訪れているが、ロシア代表ではなく個人として中立選手の資格での出場のため、ユニフォームにはロシアの国旗はない。ロシア国営放送は今回の五輪中継をしないと宣言。旧ソ連時代を含め累積メダル数世界2位のロシアが五輪テレビ中継をしないのは1984年のロサンゼルス五輪ボイコットから40年ぶりとなった。国営放送が五輪中継をしないものの、国内からはネットを通じてパリ五輪公式ホームページでリアルタイムで試合を見ることができるようだ。そんな大会不参加のロシアでも、今回のパリオリンピックの散々な様子には注目が集まっているようだ。とりわけ話題となった開会式に関しては、政治家たちも露骨な批判を浴びせている。ロシア大統領府のペスコフ報道官は、個人的に開会式関連の映像資料を見た。完全におぞましい瞬間があった。我が国の視聴者がそれを見なかったということは幸い、と話したという。国家安全保障会議のメドベージェフ副議長は、救いがたいショーだった。パリ五輪に対しては何も言いたくない、ともはやコメントすら拒否。外務省のザハロワ報道官は声明で、開会式は滑稽だった。西洋諸国は2014年にロシアで開かれたソチ冬季五輪の時にソチの野良犬を問題にした。そんなパリでは通りにあふれるネズミの群れ、これには笑ってしまいました。さらに2012年ロンドン五輪体操銀メダリストビクトリア・コモワも SNS で、パリ五輪開会式に衝撃を受けた、吐きたいなどと投稿し、ロシア国内ではパリオリンピックを各所で痛烈に批判しているのだ。フランス政府やオリンピック関係者にこの声が届いているのかは定かではないが、実際に今回のパリオリンピックは嘲笑の対象となるネタが多すぎるのも確かだ。開会式の政治色満点のパフォーマンスが世界中から批判を受けたことは言うまでもないが、パリオリンピックのヤバさはその後も日々更新され続けている。開催に向けて本当に準備をしてきたのかと問いただしたくなるほどだ。パリオリンピック開催において、開催前から課題や懸念はいくつかあった。特にテロ対策に関しては市内の一部を通行止めにするなど徹底しているようだ。しかしもう一つの大きな課題であった衛生面に関して、大きな問題を残したまま大会を迎えてしまっているのだ。開会式も行われたセーヌ川はトライアスロン、オープンウォーターの会場になる予定だが、その水質問題が大会が始まった今もまだ解決していない。そもそもセーヌ川は水質汚染と健康問題を理由に1923年からこれまで101年もの間遊泳が禁じられてきた。しかし今回のオリンピックに向け、パリ市は浄化改革のために約2300億円もの資金を投入、新たな浄水施設や雨水の貯水槽を整備するなどして水質改善を進めていた。パリのイダルゴ市長も7月17日に自ら川で泳いで安全性をアピール。これだけ資金を投じた上、体を張ったパフォーマンスも行ってきたパリ市だが、セーヌ川の大腸菌は未だに大量に検出されている。大金を投じて設備を整えたものの、ひとたび大雨が降ると下水管があふれてセーヌ川に直接流れ込む問題があり、これまで水質調査をして競技実施の基準を満たしたのはたったの3回だけだったのだという。
7月23日に毎日新聞が報じたところによると、セーヌ川の水の大腸菌の量は大阪の道頓堀川の4倍にも上るという。これに関してアイルランドの新聞社ザ・アイリッシュさんは次のように報じている。選手を排泄物で満たされたセーヌ川に突き落とすのは愚かだ。世界チャンピオンは病気になり、労働者は激怒する。廃棄物を貯留し、下水道から川への流出を防ぐための巨大な貯水池を建設するなど多大な努力をしたにもかかわらず、結果は期待を下回り、選手たちの安全と健康について疑問と懸念が生じているなどと報じ、セーヌ川での競技に真っ向から反対した。さらに同メディアは、取材に応じた市の環境局職員のコメントを次のように紹介している。 IOC とオリンピック組織委員会がセーヌ川で開会式といくつかの競技を開催することを推し進めているのは正気の沙汰ではない。水質は非常に悪く、汚れだらけで、どんな活動にも適していない。化学物質、人間の排泄物、その他の汚れたもののレベルが非常に高いため、大腸菌のような細菌が至るところに存在している。この水が不潔で、マジで気持ち悪い。どんな汚い言葉を使っても構わないことを私たち全員が知っている。内部関係者がここまで言うのだから、もはや救いようがない。さらに水質改善に投じられた2300億円についても同氏は、水をきれいにするために費やされた14億ユーロは無駄だった。マクロン大統領とパリ市がそのような幻想や夢を抱いたがために税金が無駄に使われたことに人々は憤慨している。そして結局セーヌ川の水質の問題は解決せず、28日に予定されていたトライアスロンの水泳競技の公式練習は中止となった。予定ではトライアスロン本番は7月30日から開始となっている。大会組織委員会は、天気予報を考慮すると競技開始までに水質が基準を満たすと確信していると声明を出しているが、これまでの報道等の前評判を聞いていると、いくら水質が改善したとしても気持ちの良いものではない。さらに、もし競技当日に水質が基準を満たさず数日延期しても改善しない場合は、水泳競技を中止し、陸上競技と自転車競技のみのデュアスロンに切り替え競技を開催するというのだから驚きを隠せない。オリンピックを誘致しておいて、これだけの不安要素を残したまま開会を迎えるという心臓の強さ、日本人には到底理解できない。これがフランスのケセラセラの精神ということなのだろうか。セーヌ川がパリのアイコンであるのは確かだが、だからといってはるばる世界から集まった選手を実質ドブ川で泳がせるというフランスのエゴはいただけない。エゴといえば、開会前から話題に上がっていた選手村の食料難だ。肉食メニューが少ないことに各国選手団が不満を漏らし、各国代表選手が食堂に集まる時間帯には肉類が早期品切れになるようだ。イギリスに至っては、卵や鶏肉など特定の栄養素が十分ではない上、生の肉が提供されることもあるなどとし、自国から料理人を呼び寄せ独自のメニューを用意する事態にまで発展していた。仮にもグルメの国フランス、なぜこのようなことになってしまったのか。これもやはり政治的な取り組みが背景にあった。パリ五輪では炭素排出を減らすため、選手団に肉より野菜中心のメニューを提供する方針を掲げているのだ。 SDGs 持続可能なオリンピックを目標に掲げており、国内産の食材を積極的に使用することや規格外の野菜やフルーツも活用されているという。これに関しては地産地消という意味でもフランスと選手たち双方に利点があると言える。しかしなぜか牛肉の使用を禁止していたり、人参を使ったソーセージのホットドッグを提供するなど、なぜか選手にビーガン志向を強要しているのだ。イギリスが憤るのも無理はない。開会式であれだけ訴えていた多様性はどこへやら。そして何より、選手の食事はそのままパフォーマンスに影響を与えかねないのだ。SNS でもこれが話題となり、大変。オリンピックがビーガンの押し付けやってるよ。料理の3分の2はビーガンの大豆食品だし。あのイギリス人が本国から連れてきた料理人に頼るレベルでやばいのか。フランスはどんな犠牲を払ってでもオリンピック選手たちに意識の高いムーブメントを押し付けようとしてるみたいだな。これじゃパフォーマンス落ちるでしょ。アスリートには本物の食べ物と栄養素が必要。栄養価の低い加工食品は最悪。
などの声が上がっている。そしてこれ以外にも現在話題になっているのがパリの公衆トイレ問題だ。というのもパリだけでなくフランス全土において日本では考えられないほどそもそものトイレの数が少ない。東京のように50メートルごとにコンビニがあるわけでもなければ、メトロの駅でも全てにトイレが設備されているわけではない。どうしても必要な場合はカフェに入って飲みたくもないコーヒーに300円以上を支払いトイレを借りるしかない。そのためパリでは路上で用を足す人が多く、これが社会問題になっているのだ。そこにオリンピックで観光客が加われば状況はさらに深刻だ。そしてこれを改善するべく、今年4月千川の近くに簡易トイレ900個と簡易小便器500個など計1400個を区域別に設置することを決定。さらに市内にある既存の公衆トイレ435個のうち185個は新しいものに交換し、モバイルアプリを通じてパリ市内で無料でトイレを利用できる商店地図も提供できるようにした。しかし実際に設置されたそのトイレの様子が何やらおかしいのだ。これは男性用のトイレなのだが、目隠しになるようなものは何もない。ただ小便器らしきものが道にいくつも置かれている。円柱を4等分に区分けし、内側へくり抜いたような構造になっている。背後を覆うものがないのはもちろん、横からは相当気をつけなければ見えてしまいそうだ。混雑時にはこのトイレに男4人が中心に向かって用を足すことになるのだろうか。これならば物陰や茂みで一人で用を足した方がマシと考える人すら出てきてしまいそうだ。ちなみに個室になっているトイレもあるようで、 X ではこんな投稿が見られた。パリオリンピックでの新たなスキャンダル。オリンピックの主催者は来場者のために多様性対応型の仮設トイレを用意した。主催者の努力も虚しく、部分的にしか隠れてないと苦情が殺到しているらしい。賞はともかく大はこれじゃあかんでしょ。多様性ということはバリアフリー対応ということなのだろうか。その割には段差もあり、使い勝手は良くなさそうだ。さらにこのポストも指摘しているように、隠れなくてはいけないところが隠れていないようにも見える。犯罪防止の観点からこのようにドアの下の部分が開いた状態になっているようなのだが、ドアに描かれたピクトグラムも滑稽すぎる。多様性の尊重の前に個人のプライベートについてもう少し配慮するべきだったのではないだろうか。プライベートへの配慮といえば、選手村の宿泊施設でもある問題が指摘されている。これまでにも CO2 削減のためにエアコンを設置しないことや段ボールベッドの採用などが話題になったが、これ以外にもとある指摘が浮上しているのだ。発端は陸上女子七種競技に出場する米国代表のチャリ・ホーキンスが投稿した TikTok 投稿。滞在している部屋を紹介し、その中で彼女は特に寝室に関して素晴らしいわと語っている。しかしホーキンスは、でもカーテンがないのよと続けた。小型の片開き窓にはカーテンレールすらなく、外から室内が丸見え。ホーキンスは試行錯誤の後、粘着テープのようなものを駆使してバスタオルを窓枠に接着、屋外からの目を防いでいるという。これでプライベートが守られるわ。でも粘着が弱いから簡単に落ちてしまうのよ。だから着替えるときやシャワーから出るときは本当に素早く行動しないといけないの。下手をすれば盗撮や覗きのリスクもある。選手たちがリラックスできるはずの空間にはプライベートへの配慮はなかったようだ。持続可能性、CO2 削減などそれらしいことを言っているが、ここまで来るともはやただケチなのではないかとすら思えてくる。 LGBTQ、 多様性、 SDGs、 政治的思想に踊らされオリンピックの本質すら見失ってしまっているように感じられるパリオリンピック。出場していないロシアですら毎日メディアで取り上げたくなるのも無理はない。選手をないがしろにし、観戦に訪れた観光客への配慮も足りないように思える。一体誰のための大会なのだろうかと言いたくなってしまう。パリオリンピックは果たして無事最後まで遂行されるのだろうか。今後の展開に注目が集まる。